皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。大型村で先月開かれた大相撲大塩川部屋の夏合宿では、現役力士がファンと触れ合いながら稽古を重ねました。秋田のアマチュアの力士たちも稽古に参加できる時間があり、小学生の時に全国優勝した片上市の中学1年生も、憧れの先輩の胸を借りました。武城中学校の1年生 佐々木のぞみさんは2月に行われた小学生最高峰の相撲大会で優勝。今、各界大注目の少年力士です。先月、大型村で行われた大相撲、押尾川部屋の合宿に、県内の社会人や高校生に混じって特別に参加しました。受け入れてくれたのは、北秋田市出身の元関脇、竹風こと押尾川親方です。お塩川親方、陽気 お相撲さんに挨拶して来い。早速力士たちの控え室へと促された陽気さん実は押尾川部屋は陽気さんが東京で大会に出場した際に寝泊まりさせるなど目をかけてくれているんです陽気さん押尾川部屋に行って秋田の人たちを笑わせたり恩返しできるような横綱になりたい秋田の相撲界の大先輩を前に進路を力強く宣言した陽気さん 多くの相撲ファンが見守る中、正真正銘の力士と一緒に初めて土俵を務めました。するとその合間のこと、相撲ファンに声をかけられました。なんと、写真のモデルを頼まれていました。お客さん、足が非常に上がって、有望な選手になるんじゃないかと思って。まず今から取っておいて、陽気さんは身長173センチ、体重125キロと体格に恵まれ、 転生の柔軟性も持ち合わせていますそこから生み出されるバネのようなパワーは同世代でもトップクラスさらに磨きをかけようとこの稽古にあるテーマを持って臨んでいました至近距離から巨体がぶつかり合う立ち合い勝負の9割を決めるとも言われ力士たちの技や駆け引きが詰まっています中学生になりライバルもぐんと体を大きくする中 一つ一つの技術に磨きをかけたい陽気さん。胸を借ります。押尾川親方も指導に熱が入ります。押尾川親方、思い切って当たるんだよと、難しいことは言っていないです。まだ中学校1年生ですからね、それでも、そんな一言が陽気さんの背中を押したのかもしれません。回を重ねるごとに少しずつ、ほんのわずか、半歩ほどの違いではありますが、 足は前に踏み出していました。目標は中学校でも日本一、そのきっかけをつかもうともがいていました。陽気さん、格が違いました。力士の人たちは手加減してくれているのに、自分は何も動かせなかった。苦しくなってしまうと状態を起こして負けてしまうので、どんな時でも我慢して自分の形を持ちながら押していって勝てるようになりたいです。東3段目2枚目枚 重さはあるから、粘り強さと、すごいいい重みがあるから、足の運びと立ち合いのスピードが加わったらもっと楽に相撲を取れるから。多くのアドバイスを受け、陽気さんは今月初めての中総体に挑みます。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう